皆さん、こんにちは。ハイトーうーチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、中国での利上げが高めの株主優待を5名柄紹介します。今回、利回りの計算で使う株価は、2020年10月12日、月曜日の終値を使います。それでは、証券コード順に始めます。3132のマクニカ・フジエレホールディングス。事業内容は、 集積回路、電子デバイスその他、ネットワークとなっています。売上が多いのは集積回路、電子デバイスその他で、全体の88%を占めています。利益率が高いのはネットワークで12%です。年初来高値は9月29日の1999円です。現在は高値からマイナス5%、マイナス99円の1900円となっています。 年初来安値は3月13日の1,149円で安値から見るとプラス 65%751 円上がっている状況です。財務については安心できる状況で自己資本比率51%。 流動比率208%となっています営業キャッシュフローマージン比率は高めの8.8%です利益率は低めで営業利益率2.8%純利益率1.1%となっていますそして ROE4.2% ROA2.2%、e、とお金を稼ぐ力は高くありません売上の割合は多いのですが利益率が低いのが残念です 前年の配当金は50円で配当成功が55%でした。今回の予想は50円で利回りが2.6%となっています。権利確定は3月100株19万円でクオカードが1年間で1000円分もらえます。ちなみに200株以上だとクオカードではなくて3000円相当のカタログギフトかクラブオフという会員のサービスを受けれるというものになります。 クラブオフは宿泊施設やレジャーなどのサービスが割引価格で利用できるというものです。優待利回りは0.5%で配当利回り倒合わせた総合利回りは3.2%となります。4612の日本ペイントホールディングス。自動車や工業用などの世界的に有名な塗料メーカーです。事業内容は自動車用塗料。 汎用塗料、工業用塗料、ファインケミカル、その他塗料、塗料周辺となっています。売上が多いのは汎用塗料で全体の54%を占めています。年初来高値は9月28日の11,410円です。現在は高値からマイナス8%、マイナス890円の 円となっています年初来安値は3月17日の4530円で安値から見るとプラス 132%5990 円上がっている状況です財務についてはそこまで心配する必要はなくて自己資本比率36%流動比率188%となっています営業キャッシュフローマージン比率は優秀と言える13.3%です 利益率も良くて営業利益率11.3%、純利益率5.3%となっています。そして ROE6.9%、r o e 2 5とお金を稼ぐ力はそこまで高くないです。利益率はいい感じなのですが、売上が低いためです。前年の配当金は45円で配当成功が39%でした。 今回の予想は45円で利回りが0.4%となっています。経理確定は12月100株105万2000円で自社製品が1年間で1000円分もらえます。塗料やクリーナーなどから選べます。自社製品が嫌であればクオカードも選べます。ただしクオカードの場合は半額の500円分になります。そして300株の場合は自社製品3000円分。 クオカードなら1,500円分、そして1,500円相当の食品ギフトを選ぶこともできます。利回りで考えると100株でも300株でも同じです。3年以上の継続保有の場合は500円アップということです。優待利回りは0.1%で配当利回りと合わせた総合利回りは0.5%となります。 長期保有の場合は、優待利回りが0.1%で、総合利回りが0.6%となります。4911の資生堂。事業内容は、日本、中国、アジアパシフィック、米州、欧州、トラベルリテール、その他となっています。売上が多いのは日本で全体の40%を占めています。利益率が高いのはトラベルリテールで22%です。 年初来高値は1月16日の8,040円です。現在は高値からマイナス18％、マイナス1,441円の6,599円となっています。年初来安値は3月17日の5,243円で安値から見るとプラス26％、1,356円上がっている状況です。 財務についてはそこまで心配する必要はなくて自己資本比率39%、流動比率110%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は普通の6.7%です。利益率は良くて営業利益率10.1%、純利益率6.5%となっています。そして ROE16%、r o セ6 3とお金を稼ぐ力はバッチリと言えます。 前年の配当金は60円で配当成功が33%でした。今回の予想は40円で利回りが0.6%となっています。権利確定は12月100株659,900円で自社グループ会社製品が1年間で1000円分もらえます。1年以上の保有が条件となっています。 100株以上と1000株以上では選べる商品の内容が異なるようです。ちなみに100株の保有だと3種類の中から1セットを選ぶことができます。どういったものが選べたかというと、1000セットという美白美,美白美容液1個と洗顔フォーム1個のセット、資生堂パーラーのゼリー4個セット、 フットクリームと消臭シートのセットから好きなセットを1つ選ぶことができました優待利回りは0.2%で配当利回り倒せた総合利回りは0.8%となります7313の定エーステック事業内容は2輪4輪その他となっています売上が多いのは4輪で全体の97%を占めています 年初来高値は1月9日の3430円です。現在は高値からマイナス15%、マイナス522円の2908円となっています。年初来安値は3月17日の2109円で、安値から見るとプラス38%、799円上がっている状況です。財務についてはとても安心できる状況で、自己資本比率74%、 流動比率となっています営業キャッシュフローマージン比率は優秀といえる12.3%です。利益率も悪くなくて営業利益率7.3%純利益率4.2%となっています。そして ROE6%ROA4.4% とお金を稼ぐ力はまずまずといった感じです。 前年の配当金は86円で配当成功が39%でした。今回の予想は90円で利回りが3.1%となっています。権利確定は3月100株29万800円でグルメギフトが1年間で3000円分もらえます。いろいろな商品の中から好きなものを選べます。ちなみに300株だと6000円相当です。利回りで考えると100株の保有がベストです。 優待利回りは1%で配当利回り倒せた総合利回りは4.1%となります7965の増印魔法ピン事業内容は調理家電リビング生活家電その他となっています売上が多いのは調理家電で全体の68%を占めています年初来高値は1月9日の2518円です 現在は高値からマイナス27%、マイナス692円の1826円となっています。年初来安値は3月17日の1230円で、安値から見るとプラス48%、596円上がっている状況です。財務についてはとても安心できる状況で、自己資本比率78%、流動比率491%となっています。 営業キャッシュフローマージン比率は高めの8.5%です。利益率も悪くなくて営業利益率6.9%、純利益率5.2%となっています。そして ROE5.7%、ROA4.4% とお金を稼ぐ力はまずまずといった感じです。前年の配当金は26円で配当成功が43%でした。 今回の予想は26円で利回りが1.4%となっています。100株18万2600円で割引特典が1年間で1000円分もらえます。家電製品などの製品を1000円割引で買えるというものです。ちなみに500株なら2000円、1000株で4000円となっていて、利回りで考えると100株の保有がベストです。 優待利回りは0.5%で、配当利回りと合わせた総合利回りは2%となります。今回の動画は以上です。次回もお楽しみに。バイバイ。